険サービスを利用されている方にお渡しをしています。健康状態や利用状況について書けるようになっていますが、ご家族や介護事業所はもちろんのこと、病院や歯医者さん、薬局などにも持って行っていただくと、情報共有にとっても役に立ちます。例えばお家で具合が悪くなった時、救急車を呼んだとします。救急隊員にいろんなことを聞かれても、いろいろ話せる自信がないという時に、この連携ノートに書いてある緊急連絡先やお医者さんの情報など救急隊に見てもらえると、救急隊が必要な情報を確認できるという便利な使い方もできますね。こちら要介護認定をお持ちの方に無料でお渡ししています。無料救急医療情報キット、救急ちゃんです。この中にあらかじめ緊急連絡先やかかりつけのお医者さん、病気のことなどを書いた紙を書いて丸めて、この筒の中に入れておきます。そしてこの筒を冷蔵庫に入れておくルールになっています。なんとこちらも無料でお渡ししています。え、無料？このように大村市では高齢者の皆さんが安心して過ごせるように取り組んでいます。今日腰が痛くて整形外科でお薬をもらったんですけれども、この前頭が痛くて受診した内科の方からもらったお薬と名前が同じなんですよね。両方飲んでもいいんでしょうか？お薬によっては重複して飲むと大変なことになる可能性が高いものもあります。そんな時役に立つのがお薬手帳なんです。どこの病院に行ってももらったお薬はこの一冊のお薬手帳に全て記録をつけてもらってください。そうすれば薬局の薬剤師が同じ薬の処方に気づいて注意事項を伝えてくれたり、担当の先生に話をしてくれたりします。お薬の作用や副作用が強く出ることがあるので、お薬手帳を上手に使っていきましょう。このように活用の仕方一つで自分の身を守れるグッズを有効に使ってご自身の健康を守っていくこともまた立派な新型コロナなどの感染症予防につながるよね。本当にそうですよね。でも市長、体の病気のことも大事ですけど、心の方もこの新型コロナウイルスで参ってる方多いんじゃないですか？確かにね、コロナうつっていう言葉も流行ってるみたいだしね。体と同じぐらい心も大事だと思うんですけど。そうだね。それでは最後に昨今のうつや自殺について、大村市地域包括支援センターの角野センター長にお話を伺ってみましょう。どうぞ。皆さんこんにちは。私は大村市地域包括支援センターでセンター長をしております角野と申します。今日はどうぞよろしくお願いします。今日は保健師の私からこのコロナ禍において陥りやすい心の健康について少しお話をさせていただきます。ところで皆さんはこのコロナ禍の中においていかがお過ごしでしょうか？随分とマスクの装着やアルコール消毒といったことは定着をしてきているかと思いますが、3密やソーシャルディスタンスといった人との接触を避けるような取り組み、このような取り組みをしても随分長くなっておりますが、寂しいなとか抑うつ的な気分になっていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。今日はそんなコロナ禍で心配をしておりますうつのことや、またニュースでよく話題となっております自殺のことについて少しお話をしたいと思っています。まずうつ病についてですが、これは特別な病気ではありません。心の風邪とも言われますよね。辛い状況が続いたり、ストレスの強い体験があった時に食欲がない、また眠れないとか心が晴れない、集中ができないといった症状が出ることがあります。これは普通の反応です。だけどこれが10日それから2週間と続く場合には、それはうつの病気になっているかもしれません。脳のバッテリー切れとよく表現をされますが、しっかりお薬を飲んでしっかり休養を取ることで治る病気です。
ただ放置することによって症状がひどくなり、自殺念慮の症状が出てくる場合があります。このコロナ禍においては人との接点が減り、知らない間に症状がひどくなってしまうことも考えられます。次に自殺についてです。まずこれをご覧ください。全国の月別自殺者数の推移ですが、平成27年が青、平成29年が赤、令和元年がグレー、令和2年が黄色の折れ線グラフとなっています。ご覧の通り、年々減少傾向にあったのですが、令和2年7月からは急に件数が増えて高い状況が続いています。次に大村市の状況です。これは平成21年からの棒グラフです。大村市はこれまで20人前後で推移をしておりましたが、平成27年以降減少傾向になっておりました。しかし国の状況を鑑みると大村市も今後が心配されるところです。全国的に中高年の男性が多いとされていますが、このコロナ禍においては女性や若者の自殺者数の増加が懸念されるところです。次に自殺の要因ですが、病気や失業、借金問題、生活苦、人間関係の問題、家庭の不和など様々な要因が考えられます。何か一つの要因でというよりも、平均して4つの要因が複雑に絡み合って追い込まれた末の死であるということが多いと言われております。その4つのうちの1つでも解決ができれば、また違う道が開けるかもしれません。どうか問題が浅いうちにできたら SOS を出してください。私たちは医療や介護の専門家、弁護士や行政といった多職種のネットワークがあります。誰かに相談をしていただければ、いろんな解決策につなげることができると思います。また皆さんの周囲に気がかりな方はいらっしゃいませんか？大村市は自殺対策として市民一人一人がゲートキーパーになろうという取り組みを行っています。周囲の人の異変に気づき、寄り添い、声をかけ、見守る、そのような取り組みを市民の皆様にお願いをしております。コロナ禍で辛い時だからこそ、心に寄り添い、生きる力を支える大村市でありたいと思っております。みんなで乗り越えましょう。皆さん、いかがでしたか？あ、師匠、そろそろ木漏れ日の開店時間ですよ。お、やばいやばいやばい、早く行かないと、早く行かないと。それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら。